桶谷や沼とは、静岡県岩田市の北東部に位置する沼。沼の周囲は、豊かな自然が残されており、日本全国でも、有数の、とんぼの楽園として知られる。日本の秘境百選の一つ。天竜川の流れによって作られた、鉱石台地の一つである岩田原の東園の谷間に位置する。北には、東名高速道路、南には、国道一号が通っており、 主要道路に囲まれた区域となっている。桶ヶ谷沼は広い範囲で、吉やまこもに覆われており、水面が見える範囲はわずか0.017平方キロメートルほどしかない。桶ヶ谷沼には、流入河川が一つもないが、水が枯渇してしまうことはない。その水源は主に岩田原に降り注いだ雨水が、山の斜面を伝って流れ込んでくるものや湧水となって、湧き出したもの。 その他すぐ東を流れる大田川からの湧水と推測されている。すぐ北には、桶谷沼と似たような性質を持つ鶴が、池という池が存在する。桶谷沼の周辺はかつて湿地帯として広がっていた地域であるが、人間によって干拓され、水田として利用されてきた。また、沼自体も灌漑用の水源として使われた。その後長きに渡り主に農地として使用されてきたが、 1950年代あたりから、岩田市の工業誘致活動によって、市内の工業が盛んになると、沼の周辺地域は、経済的に見て、立地条件の整った環境であったために急激に開発が進んでいき、だんだんと沼の近隣に開発の手が近づいていった。そして1970年あたりに差し掛かると、この開発は、 沼の埋め立てが計画されてしまうまでに発展してしまう。しかし、沼とその周囲の自然を保護しようとする者や自然保護団体が反発。これを受け、開発推進側と自然保護側で開発を進めて経済活動に貢献させるか、沼を保護し貴重な自然を存続させるかの話し合いが長期にわたって何度も行われたが、両者の意見がまとまることはなかった。そんな折、 1985年に環境省のアメニティタウンモデル地区として市が指定される。これが契機となり、沼を保護する市民運動が活発化し、沼とその周辺区域の自然を保護する方針にほぼ固まることになる。このような背景があるために、経済的な立地条件の良さがある地域に存在しているにもかかわらず、沼とその周辺区域に大規模な開発の手が入ること、 なく、現在まで存続させることができたのである。その後、自然保護運動の広がりを受け、沼とその周辺区域の自然を保護すべく1989年から、静岡県が沼周辺の土地を買収し始め、大部分の土地が県あり地となった。そして1991年には、沼とその周辺区域を県の自然環境保全地域に指定。 さらに絶滅が危惧されている、別港トンボへ人為的干渉を及ぼさないために一部の区域が野生動植物保護地区の特別区域に指定され、より一層の自然環境保護がなされることになる。2004年には、桶谷沼ビジターセンターが開館。現在に至る、地域住民と行政が協力して、トンボの楽園を保全しているとして、2013年に、 第35回サントリー地域文化賞を受賞した。オケガヤ沼には多種多様な生物が生息している。その中には全国的に個体数が減っている生物や絶滅が危惧されている希少生物も含まれており、例として昆虫では別コトンボ、植物ではオニバス、鳥類ではトモエガモなどがある。これらの希少生物が存在できる。 オケガヤ沼の一体は日本でも貴重な自然環境であり、これら希少生物が今後も安定して個体数を維持できるよう保護活動が盛んに行われている。オケガヤ沼は全国的にもトンボの楽園として有名である。沼で観測できるトンボの種類は確認されているものだけでも67種に及ぶ。これは日本国内で観測できる トンボの種類のおよそ3分の1である。また、環境省のレッドデータブックにおいて、絶滅危惧愛類に指定されている、別光トンボが安定して、個体数を維持している国内唯一の場所でもあり、その別光トンボを日本国内で観測できる最東端のポイントでもある。これが、オケガヤ沼がトンボの楽園と呼ばれる遊園である。しかし近年、沼の水質が悪化したのに伴い、 ヤゴの天敵でもあるアメリカザリガニが大量発生。その結果、ベッコウトンボの数が著しく減少してしまう。このため、アメリカザリガニの捕獲を試みたり、ヤゴをアメリカザリガニの脅威から守るために、沼から少し離れたところで育成させたりなどの対策を行い、数年後には回復を見せているが、アメリカザリガニの数はまだ十分には減っておらず。 またこれ以外にもブラックバスに代表される外来魚の侵入もトンボの個体数が減少する一因と指摘されておりトンボの楽園が崩壊せぬよう今後も引き続き対策が行われる予定である。ありがとうございます。